平日休みの夜、実は最近食生活に気をつけようと改めて考えさせられることがあった。メインのおかずは鮭。鮭はフライパンで焼いています。フッ素樹脂加工のフライパンなら、鮭を乗せてから着火、皮面から焼くといいです。3分後、裏返します。蓋をして、また3分焼きます。味噌汁の具は、小松菜と余っていた玉ねぎ。最近、足に疲れを感じるようになったんだけど、少し前から両足にしびれを感じることが増えた。体感的にヘルニアではないと思い、ネットで調べてみると、糖尿病でこのような症状が出るようです。気になり出すと、しびれていないとしても、なんとなくしびれているような気になります。今日は午前中から血糖値の測定に行ってきました。正常値だった。油断せず食生活に気をつけます。ネットで血糖値測定をできる場所を探して、最初に行ったところでは、血糖値測定ここでですか、そんな感じで働いている人たちもわからない様子。少し待っていると、今日はできないと言われてしまった。電車を乗り継いで行ったのに残念なことになった。またネットで調べて別なところで予約して無事受けられました。僕は仕事で足に負荷はかかるから疲労が蓄積していたのかもしれません。血糖値が正常と分かり、安心して少し緩和した気がします。
食後にはウォーキングをした。